木武町の起点付近。左の緑の看板、序務より、手前が東市道で、奥は、香川県道15高松町尾大内線別線。元山町付近から元山橋方向を見る。高松市道室町新電線は、香川県高松市北町技中川東から、高松市日田町技本村へ至る市道である。路線番号は、V0055。高松市中部を貫く。 全区間4車線の主要幹線道路であり、高松市道花の宮城太線、香川県道10号高松町尾大内線別線の3線で、都市計画道路室町新電線を形成している。この3線は、連続した一つの道路となっていて、さらに終点である小高松南、小学校東交差点からは、香川県道272号高松市道線となってに、 車線の対面通行となり、そのまま、佐抜市ししへ至る。この指導の路線名は、室町新殿線であるが、起点は、室町ではなく、木太町である。室町からは、高松市道花の宮城太支線の区間であり、その区間と当線区間に挟まれる形で、香川県道1号高松町尾大内線別線が、存在する。東指道の路線名は、室町新田線であるが、 起点はは室町ではなく木太町ででなくある。北町からは、香川県道1号高松町尾大内線別線、後に指導花の宮城ふと線になって、一つの連続した道路として、室町に直通しているため、道路体系としては、路線名通り、室町に橋を発して、新田へ至る路線である。ただし、路線名に起因する重複関係の有無や、位置関係の混同も生じており、 現に、地元メディアでも混同されているほどである。東市道は、全線が、都市計画道路に指定されており、指定名は、市道名と同じく、室町新殿線。室町新殿線は、東市道、香川県道1五高松町尾大内線別線、及び市道花の宮城ふと市線の、各全線からなる。1946年6月5日、 戦災復興院国時第39号により指定。車線数、名称の変更などを除く、最終決定日は1993年12月7日。最終告示は2004年5月17日の香川県国時第354号。なし。ありがとうございます。